この物語はある家族に降りかかる日常の選択、運命の分かれ道を描いたドラマである。初めてのキャンプ旅行、セレナを買ってから家族で出かける機会増えたな。セレナなら子供と荷物を乗せても広々乗れるからお出かけしやすいわよね。それと紫外線を 99% カットするスーパー UV カット断熱グリーンガラスは持ち肌が命の赤ちゃんには嬉しいですね。ほんと二郎は目の付けどころも声も渋いな。はい、将来はこの声を生かしてパントマイマーになろうと思います。全然声生かしてないじゃないか。それよりキャンプ行くのにあの機械はなんだ。バーチャルキャンプキットでちゅ。このヘッドギアを装着すればどこにいても大自然でのキャンプをバーチャル体験できます。なんでキャンプ場に行ってキャンプ場のバーチャル体験しなきゃいけないんだよ。ソフトを変えれば美女とのパフパフもバーチャル体験できまちゅ。おお、それはいいなと違う。だって本当の自然は不便だし危険でちゅ。確かに文明の利器は便利だが、父ちゃんはお前たちに文明の利器に頼らなくても自分の力で何とかできる子供に育ってほしいんだ。父ちゃん、何ですか？あ、イノシシだ。アラウンドビューモニターってのは瞬時に周りの安全が確認できて便利な機能だな。文明の利器に頼りまくりじゃないですか。さあ、文明の利器に頼るのはここまで。今から自然を満喫するぞ。はい。お、イチローはバードウォッチングか。はい。都会では見られない綺麗な柄の鳥がたくさん見られるだろう。本当でちゅね。都会では見られない綺麗な柄の水着ギャルが。いや、鳥見ろよ。一郎は全く自然の楽しみ方を分かってないですね。お、次郎は薪割りか。いや、これをかぶってこのキャンプ場を恐怖のどん底に陥れようと思います。絶対にやめて。父ちゃん、薪ならもうありますよ。おお、ずいぶん立派な木だな。どっから持ってきたんだ。はい、キャンプファイヤーをするためにうちの柱を切って持ってきました。え、何してくれてんだよ。早く櫓を立てて燃やしましょう。我が家を燃やそうとするんじゃない。燃やせば火災保険がおりますよ。あ、そうだな、そういう問題じゃないだろう。もうだいたい家がなくなったらどこで暮らすんだ。テレビもお風呂もインターネットもない生活なんて俺は絶対に嫌だぞ。父ちゃん、え、はあ、さっきのイノシシだ。お前たち逃げろ。坊やたち大丈夫？はい。文明に頼るなとか偉そうに言ってた父ちゃんが真っ先に車に逃げたでしょ。いやー、面目ない。でもセレナは両側のドアがワンタッチで開きますからね。おかげでギリギリ逃げ込めました。やっぱり文明の利器も大事ね。そうそう、こういう時は車がいいって昔から言うもんね。え、どういうこと？車の中はカー内安全。うまいね、セレナ。やっぱり車っていろんな機能がある方が安全で便利だよね。さて、今回のアンケートはこちら。金曜アベレージ公式サイトにてご意見お待ちしています。え、お前誰だよって気になる方は毎週日曜日夕方5時から東京 FM をはじめ JFN37 局ネットで絶賛放送中の日産ア・アベレージ、ビヨンド・ザ・アベレージを聞いてみてね。